二王宮は、源氏物語五十四条の牧名の一つ。第四十二条で、二王宮三条の第一条。牧名は、本文の、世人は仁王、兵部教、香る中将と聞きにくく、言い続けて、にちなむ。本来の題は、仁王兵部教で、二王宮は略称。光源氏の子孫とその演者の後日談を書く。源氏物語に登場する架空の人物の通称。 匂い兵部境遇とも、第三部、宇治十条の中心人物の一人。本館は、現在では、一般的には、匂宮の巻名で呼ばれている。しかしながら、源氏尺奥入り、指名称、川海称、公安源氏論議といった、平安時代末期から、室町時代初期までの注釈書、さらには、白蔵氏の源氏物語巻名目録や、 源氏物語固形図といった文献ではすべて匂い表部教と呼ばれており、この匂い表部教が本館の元々の巻名だったと考えられる。匂宮という牧名は鎌倉時代初期に成立したとみられる原熟用のための漢文体の願門である、源氏物語願門がおそらく書質であるが、広く使われるようになるのは、宣言章、老化賞、最流章、 盲子賞といった室町時代以降の注釈書であり、それが江戸時代の源氏物語の半本によって一般化したと考えられる。なお、奥入りや公安源氏論議では上記の通り本館の巻名を匂い表部教としながらも別の呼び名としてカオル中条なる巻名を挙げており、源氏物語表白ではカオル大将という巻名を記している。清水福子は 本館の牧名が、匂い表部教から、匂宮に変わったのは、牧名を和歌の中に取り込んだ、源氏物語牧名家を読むにあたって、匂い表部教よりも、匂宮の方が読み込みやすかったからではないかとしている。幻から八年後、薫る十四歳から二十歳までの話、光る源氏亡き後、と、その面影を継ぐ人はいなかった。長男、夕霧は面影こそ源氏に似てはいるが、 若い頃から変わらず真面目で律儀な性格であることから、やはり殿とは違うと、女房も語るほど。先の帝、冷静委員こそ、亡き殿に、瓜り二つとの声もあるが、先の帝であることから口にすることも恐れ多いと、はばかられていた。ただわずかに今上帝の三宮と、女三宮原の若君が東大切手の気公師との、評判が高い。源氏が高いしてからというものの、 六条院は、火が消えたような、寂しさとなっていた。夕霧は、父が愛した、この屋敷が荒れていくのを憂えたことから、落葉の宮を一条の屋敷から移り住まわせることに。そのかいあってか、赤市の中宮のの娘、女一宮が亡き紫の上を忍び、春の町で暮らすようになり、時々ではあるが、二宮が神殿を使うようになったことから、六条院は、 再びにぎわいを見せるようになった。二王宮は元服して、兵部教となり、紫の上の二乗院を理定としている。夕霧は二王宮を婿にと望みもするが、自由な恋愛を好む当人にはその気がない。その夕霧は、落葉の宮を六乗院の冬の町に迎え、三乗殿に、住まう、雲井の狩りのもととつい交代に月に十五日ずつ、律儀に,に通っている。夕霧は、 娘の中で一番美人と誉れ高い富士天寺バラの六の君を落葉の宮に預けて教養の豊かな女性に育てようとしている。六上院は今は赤市の中宮のの子たちの大半が住んでいる。夏の町に住んでいた花散るとは二上院の東の院へ女三の宮は三上宮へそれぞれ移っている。一方カオルは霊前院と秋吉中宮のにことさらに可愛がられ。 育てられ、元服後は、官位の昇進も目覚ましい。しかし、漠然ながら、自分の出生に疑念を感じていたカオルは、人生を味気なく思い、悶々と湿気の志を抱え過ごしていた。不思議なことに、カオルの体には生まれつき物の身にあると言われる、方向が備わっていた。二オ宮は対抗心から焚き物に心を砕き、このため二人は、世間から、匂う恐怖 カオル中将と呼ばれる。世間の評判は、この二人に集中し、娘の婿にと望む剣豪は多いが、二大宮は、霊前院の女一宮に好意を寄せており、遠征感を強めているカオルは、思いの残る、女性関係はもつまいとしている。カオル20歳の正月、夕霧は六条院で、乗り弓の環境を模様した。二オ宮は、もちろん、カオルも出席し、 華やかな縁となる。今、上帝の三宮で、母は、光源氏の娘の証の中宮の、源氏の外孫にあたる。五十四町中、若菜から、影楼まで登場。幼い頃、姉の女一宮と共に、紫の上に育てられる。彼は特に実施同然に可愛がられ、紫の上の死後は、彼女が所有していた二条院を、自分の住まいとしている。 六条院で一緒に育った弟分のカオルに常に対抗心を燃やしており、カオルの体の方向に対抗して着衣に焚き物を抱きしめていることから、ニオーミヤと呼ばれている。今上帝のこの中で一番の美貌で、方々から婿にとの誘いがかかったが、政略結婚よりも自由勝手な恋愛を好む、ニオーミヤはなかなか制裁を持たなかった。ある時、 カオルから宇治八の宮の姫君たちの噂を聞いた、二大宮は、カオルの手引きで中の君と結婚、彼女を二条院へ迎え取る。しかし後に、夕霧の娘六の君を北の方に迎えると、彼女に興味を移して、中の君をないがしろにしてしまう。また、中の君のイボ妹浮き船がカオルの恋人と知りながら、カオルになりすまして、ちぎりを結び、 彼女が苦悩の末受水を図る原因となった。ありがとうございます。